結構おじいちゃんおばあちゃん話好きな方多くて、どたえもないこと話してくれるのが、なんかこう安心してくれてるのかなじゃないですけど、こうなんか話したいと思われてるんだなっていうのが、ちょっとこうそういうオーラが出て、話しやすいオーラというかが出てるのかなっていうのは自分で実感できて嬉しいです。